こんにちは。今日は NCT のジャニーの恋愛傾向を深く見ていこうと思います。実はジャニーは NCT の各国での人気ランキングでも日本ではそんなにランキングは高い方ではないんですよね。他の国、例えば英語圏ですとかそういうところではランキングの上位なんですけれども、日本ではそれほどでもありません。ですが、ジャニーは本当に素敵でイケメンで高身長で素晴らしいというのはみんな分かっていることと思います。しかしやはり国によって好きなタイプというのは結構変わってくるんですね。日本人でジャニーが好きという方は結構男性に対する価値観といいますか好みの男性のタイプ、それが世界的というか欧米寄りというかあまり日本人っぽくないと思うんですね。これは良い意味です。本当にジャニーは絵に描いたような西洋人ですとかアメリカ人に好かれるタイプの男性ですね。勝手にそう思っていますけれども、そんなに間違っていない意見だと思います。やはりジャニーはどこに出しても恥ずかしくない男性だと思います。まず外見が本当に全世界的に見てどんな人種の人が見てもマイナス面がない。顔もイケメン、高身長、がっちりしている筋肉質、もう全てにおいてパーフェクトだと思うんですね。そして外見だけではなく非常に話も面白い、おしゃべり好きで人の気持ちを察して会話を盛り上げるのが本当に上手です。ここまで完璧なボーイフレンド、彼氏はいないと、恋人はいないと言えるのではないでしょうか。ジャニーはここまで完璧な男性ですので、やはり女性に対しても完璧とまではいかなくても理想は結構高いものを求めていると思います。言い方は悪いかもしれませんけれども、自分にメリットがある、そしてさすがと思われるような相手と付き合いたいと思っていると思うんですね。もちろん誰でもそうですけれどね、自分のデメリットにしかならないような相手とは誰も付き合いたくないと思いますけれども、やはりジャニーは自分が素晴らしい分、相手の女性に対しても理想が高くなりがちですね。しかしジャニーならばやはり理想が高くてもしょうがないと、当たり前だよねと思えるのではないでしょうか。やはりジャニーと付き合った場合にはもうどんな女性からも、年下年上どんな分野の女性からも羨ましがられるのは間違いないと思うんですね。それぐらいすごい理想の男性像だと思いますので、本当に素晴らしいと思います。ジャニーは好きな女性に対しては友達感覚で話しかけに行くと思います。誰に対してもフレンドリーで偏見というものがあまりない人ですので、どんな人にもオープンに話しかけますね。ですから女性と仲良くなるのは得意だと思います。しかしそこから一歩二歩踏み込んで仲良くなれるかというとまた難しいかもしれないですね。どういう人がジャニーの心をつかむのかというと、やはりジャニーのことをうまく褒められる人となります。ジャニーは褒め言葉に弱いです。自分でも自分がかっこいいということは分かっていますけれども、やはりそこを相手に認めてもらって上手に褒めてもらうと相手のことが気になりだしますね。そこはちょっと単純だと思います。それも単に顔が素敵ですとか背が高いねですとかそういうことは言われ慣れていると思いますので、もっと踏み込んだ説得力のある褒め言葉、そういうものがいいですね。例えばNCT の中で一番存在感があって一番輝いている、本当に目を引きますねですとか、そのくらいのインパクトがありますねと、そのような褒め言葉、通り一辺倒ではない褒め言葉がいいと思います。自分が一番輝いていて目立っているという、そういう言葉に弱いと思います。相手の女性に対してはそんなにおしゃべり上手かどうかということは求めないかもしれません。それよりも自分の話を上手に聞いてくれて、聞き上手で会話の邪魔をせず自分を適度に褒めてくれて持ち上げてくれてという、そういう女性が好きだと思いますね。さらにまたその方が美人で可愛くて自分のメリットになるような女性、
例えば肩書きなんかも結構気にするかもしれないですね。相手がいい職業または自慢できるような職業についているですとか、そういう肩書きプラスアルファの面も気にするタイプだと思います。また恋愛においてドラマチックな展開というのが好きだと思いますので、平凡な感じではなくてジャニーを好きになっていかに自分の生活が変わったか、本当に世界一大好きというようなそれぐらいの大げさな愛情表現を女性がしても引かないと思います。それどころか本当に嬉しいと思うんですね。そのようなまあお世辞とは言いませんけれども、そのような褒め言葉を素直に疑いなく受け入れてくれる方だと思います。ですから女性にとっては操縦しやすいというか、あまり複雑ではなくて接しやすいと思うんですよね。そしてそのように女性からの褒め言葉に弱く単純明快なところがありますけれども、あまりベタベタする関係は好きではないので、適度に放っておくということも必要になってきます。ですからたまに会うときはドラマチックに自分の愛情を十分に、情熱的に十分に愛情を表現して、そして会わないときは放っておく、あまりしつこくしない、毎日連絡してほしいですとか、毎日のように LINE が欲しいですとか、あまりそういうことは束縛しないと、そういうメリハリが必要になってくると思います。ここで恒例のジャニーが浮気をするかどうかのコーナーです。自分から進んで恋人ですとか彼女を裏切ろうという気はさらさらないと思います。ただもともと行動力があって良い方向に人生を変えていこうという気持ちは非常にある人ですので、自分の好みの女性、そして本当に素晴らしい、内面も外見も素晴らしいと思える女性に会ってしまった場合、そしてそういう場面が後腐れがない場合、その場合は浮気もあり得るかもしれません。やはりもともと冒険好きなところがあります。そして情熱的な場面に弱いと先ほど言いましたけれども、例えば旅先などでドラマチックで情熱的な出会いが知らない女性とあったとします。そんな時は危険ですね。そんな時はお祭り大好き人間、遊び好き大好き人間のジャニーの血がうずいてしまうと、そういう風になります。またもちろんそれで恋人を悲しませるという気持ちはなく、積極的に恋人を裏切って悲しませたいなどとはさらさら思っていないんですけれども、自分に彼女がいない時期ですとか縛られるものがない時はやはりチャンスはものにしたいという、そういう気持ちは強いですね。また体の関係だけでもそれはあり得ると、そこまで付き合っていて責任を取らないといけないという気持ちだけに 100% 縛られていませんので、割り切るということもできる方です。誰かを裏切ったり悲しませたりということがない場合は、体だけの関係というのも興味を持ってしまうという、そういうところがあると思いますね。こういう気持ちはどんな男性にもある程度はあると思うんですね。実際に実行するかどうかは別として、誰にでもある気持ちだと思いますので、そこまで悪いことだとは私は思わないんですけれども、自分がどれだけモテるか、どこまで魅力的な女性に自分をアプローチできるか、そういうことは試したいという気持ちはあると思います。そしてジャニーは性格が屈折していないという面があると思います。いつでも自然体で他人に対して素直です。ですからやはりこのような魅力全部含めて本当に素敵だと思うんですよね。やはりモテる人というのはいろいろな人からお声がかかりますし、誘われたりですとか恋愛の機会も多いですよね。ですからそのようなモテモテの人気がある男性と付き合っている女性というのは、その人にしかわからない苦労というのももちろんあると思うんですけれども、そのモテモテぶりも含めて好きなわけですよね。その彼があまりにもモテなくて自分の方しか向いてない、もし自分の方しか向いている人が向くということができなくて、他の人に対してモテていないという状態だったら、きっとその人の魅力はないと思うんですね。ですからジャニーに対してはあまり束縛したりですとか
自由を制限するというのはジャニーの魅力がなくなってしまいますので、やはり彼女としてはそういうところは包容力または優しさ、そういう大きな広い心を持って見守る必要があると思います。そのようなところを許してあげたり妥協したりとすれば、非常に本当に自慢の彼になると思うんですね。ここまで自慢の恋人になるような人はなかなかいないと思います。ですからジャニーに対しては愛情表現は常に大げさに、情熱的なところを惜しみなく見せるということが必要になってくると思います。もともとそのような情熱的な愛情表現が好きで、そういうことに抵抗のない人だったらとても楽しく過ごせると思います。そして普段会ってない時間はお互いに仕事ですとか勉強ですとか楽しいこと、やるべきことに没頭して、非常にプライベートも尊重できる関係になると思います。ちょっとナルシスト的なところもあると思うんですね。常にナルシスト的なところはチラチラと見えると思います。そういうところに嫌気がさすという時もたまにはあるかもしれませんけれども、そんな面もしょうがないなと思って多めに見てあげると、そういうことも必要になってくるかもしれません。ですからジャニーとお付き合いする女性はジャニーと一緒に同じようなステージで張り合ったりするのではなくて、包容力があって一歩も二歩も先を行っているような大人な女性の方が合うかもしれないですね。そして温かい目でジャニーを見守ってあげると、また普段は友達感覚で楽しいおしゃべりができるのに、二人きりの時は情熱的に愛してくれると、そういうギャップもいいと思いますね。ギャップと言いますか、そのような両方を楽しめる関係となります。以上となります。今日もありがとうございました。